松平直樹は、江戸時代前期の大名。越前国勝山藩主、越前王の藩主、出羽国山形藩主、張間国姫路藩主。下には、十四日下、自重、山と守る。直樹系越前末平家初代。慶長九年三月二十五日、徳川家康の次男である、結城秀康の逸夫として誕生。養祖父、結城春友に養育される。 慶長12年に結城家の家督を相続した。慶長19年に春友が死去したため、その隠居領である五戦国を相続する。寛永3年からは松平政を称したが、これは審判、譜代としての扱いを受けるべくの対応で、明治こそ松平になったものの、家紋は結城家の結城ともえ、太鼓切りから変えず、結城家の妻子を継承した。 実刑の越前国主、ただなより返帰を受け、直樹を名乗る。寛永元年6月8日に、越前勝山藩3万国、寛永12年8月1日に、越前大野藩5万国に加造、違法され、商法元年には、山形藩15万国と全次加造を受け、慶安元年6月14日に、姫路藩に国害を命じられたが、そのわずか2ヶ月後、 放置に赴く途上で死去した。去年45、書者山遠教寺に直樹の墓所がある。窓科教寺の案内図などにある松平家病所というのはこの墓所を指していると思われる。ありがとうございます。